はい、どうもアニマルパティマソでございます。というわけでたっぷりと入った赤ひでさんたち、はい、こちらは実はですね、ちょっとこれ何匹か数えてないんですけども、屋外ビオトープで飼っていためっちゃちっちゃかった赤ひでの現在でございます。もう確か 2ヶ月ぐらい経つのかな。1匹メダカ混ざってますけど、これ水草に混ざってた、ま、卵が多分かえって、あの1匹、はい、青メダカかミユキメダカだと思うんですけども、混ざってます。でですね、お腹が大きいのいるでしょ。よく見てもらって、上から見たらちょっと土の子みたいになってるやつ。うん。わかりますかね、お腹が大きくなってるやつ。何匹かいますよね。おそらくこいつらはね、抱卵、抱卵というか、お腹に卵を持ってます。はい。産卵時期が近い。赤ひでさんたちですね、はい、で今回なんでここにね全部持ってきたかというとですね、実際 あそこのビオトープ、赤ひでビオトープでやりたかったのは、そこで繁殖できるのかっていうことをやりたかったわけです。というわけでもうこのシュッとしたやつを今回取り除いて、このお腹の大きい赤ひでさんだけをビオトープに戻したいかなと思っております。まあ、これ根こそぎ取ってこんだけなんですけどね。でですね、ちょっと映像に撮りにくい、もう撮りにくかったんですけど、撮れなかったんですけど、すでに3匹4匹ぐらい稚魚いました。はい、ということはもう生まれてますよね。産んでますよね、単純にね。卵も多分まだあるのかもしれませんけど、もっと増やしたい。はい、ですんで、ちょっと今からこれ選別します。お腹が大きいのと大きくないのとね。はい、じゃあやっていこう。というわけで、卵を持っているであろう6匹、はい、1匹ちょっとシュッとしてますけど、多分妊娠してると思うんですけども、この6匹だけをビオトープに戻したいと思います。はい、でまあ残りの方はね、まだ違う方に入れたいと思いますんで、この6匹が卵を産んでお腹がちっちゃくなったものを随時また違う方に移し、完全にビオトープの中を稚魚だけにしようかなと今考えております。というわけでこちらの方をビオトープに返します。それでは入れます。お行きなさい。ダンブホンがいた。これこれ稚魚、稚魚いますね。これ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 赤ひれの稚魚。ちょっと室外機の前なんでガー言ってたと思いますけど、生まれてるの3匹4匹ぐらいね、確認しました。稚魚。そしてこちらの赤ひれさんたちは今立ち上げ中の60センチワイド水槽、古代魚水槽の水槽になる方ですね、こちらの方に入ってもらおうかなと思います。それではパイロット、レッツパイロット。赤ひれの方はですね、パイロットフィッシュとしてもね、よく使われるお魚なんで、十分この中でもやっていってくれると思います。まあ、こちらだと観察しやすいんでね、お腹が大きくなったやついましたら随時ビオトープに入れて出産させていこうかなと思います。メダカが1匹混ざってるのはかわいい。はい、というわけでね、こちら水槽立ち上げ中の60センチワイド水槽で、この方々たちは肩たたき犬は生活していってもらおうと思います。というわけでアニマルパテモスでございました。また生まれてたら報告します。アニモー。